台湾金魚はスズキメオスフロネムス科の淡水魚である。英名では、パラダイスフィッシュ。沖縄方言では、ドゥイユ、ドゥビーラ、闘魚と呼ばれる。なお、名前に、金魚とあるが、濃いめの金魚とは無縁の魚である。全長7から8センチメートル。体は、側平たしている。また、尾ひれの公園は深く切れ込んでいる。日本では、沖縄県沖縄本島。 トカシキ島、クメ島、石垣島と奄美群島沖のエラブ島に生息している。国外では台湾、福建省以南の中国、ベトナム北部、ラオス北東部、フィリピン北部などに分布している。日本での分布は在来種説と外来種説があるが、どちらかはっきりしていない。本種は河川の下流域の川の流れが緩やかなところや、水田に生息している。 オスは、浮草の間に、泡で巣を作る。オスと、メスは抱き合うように散乱、縫製し、卵と稚魚は、オスが保護する。本種は、ベタや、木登り魚などと同じように、ラビリンス機関を持っているため、比較的酸素の少ない水でも生活できる。干渉の目的で、改良品種が作られている。ありがとうございます。